はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは幸せになりたいなら三大幸福物質を熟知せよについてお届けしていきたいと思います。あなたの人生のゴールは何ですかって聞かれたら皆さんは何て答えますか？人それぞれ価値観や目指す方向はみんな違うとは思いますが、一つ言えることは幸せになりたいと思っていませんか？いやいや、たった一回しかない人生、幸せになりたいって思うのは当たり前のことです。まあ俺たちが幸せを感じる時っていうのはドーパミン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィン、アドレナリン、ノルアドレナリン、ガバなどね、100種類を超える幸福物質が出てると言われています。まあドーパミンっていうのはお金だったり成功だったり達成していくことの幸せです。これがドーパミンであり、セロトニン、安らぎや気分の安定なんかを指します。オキシトシンっていうのは愛であったり人とのつながりを感じている時に分泌するものです。エンドルフィン、まあランナーズハイのようにね、もう限界まで行くと多幸感が出てくるわけですよ。そしてアドレナリン、ノルアドレナリン、興奮や不安や恐怖、まあ、分かりやすく言うとジェットコースターに乗ってる時に出たりします。あとはね、テレビで格闘技を見て興奮してる時に分泌したりします。まあ、その中でも俺たちが日常の中で幸福感を構成していくために重要な3つの要素があります。それがドーパミン、セロトニン、オキシトシンです。セロトニン的な幸福っていうのは何かというと、健康や気づき、こういったものがセロトニン的幸福です。オキシトシン的な幸福が愛、人、動物、子供と触れ合っている時も出ますよね。そしてドーパミン的な幸福、欲、お金、地位、まあ、こういったもので出てきます。で、このね、3つが幸福のために重要だと言われているんですが、この3つはね、順番が重要だそうです。どの順番が重要かというと、まず健康なんですよね。健康からつながりを感じ、そしてつながりからお金、この順番が形成されていないと幸福感っていうのは途中で乱れていくんですって。ぜひセロトニン的な健康、そしてオキシトシン的な人と愛、つながり、そしてドーパミン的な幸福、達成であったりお金であったり地位、名誉、この順番を皆さん意識してください。そしてこの三大幸福物質を勝ち取り続けるためには、僕は経済力が絶対重要だと思っています。やっぱりお金がなかったり時間がなかったり睡眠をとっていなかったり、これってお金と時間のバランスなんですが、これがないとやっぱりドーパミンなんか出ないわけですよ。オキシトシンなんか出ないわけです。ぜひ皆さん経済力を高め、そして三大幸福物質も高め、たった一回しかない人生、最高なライフハッキングをしていきましょう。いつもいいね、コメント本当にありがとうございます。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日の夜7時にお会いしましょう。リンダマンでした。また。